はようございます。おはようございます。ディレクターの岩村でございます。今日もよろしく一つ。知ってます。今日はですね、VTR をスタートする前にそこに変な顔グッズというのがありますので、はい、じゃんけんをして負けた方がそのグッズをつけて VTR にカメラに向かって VTR スタートというキューを出していただくと、はい、いうことで一つ、じゃんけん大会から始めてください。せーの、じゃんけんぽい。まるで計算したようですよ、お子ちゃん。じゃあ一つ、お子ちゃんにやっていただきましょうかね。じゃんけんすごい枠で、じゃあこれは簡単だから VTR スタート。猫ちゃんグッズ大集合。サタデーポップはいろんな情報 VTR を歌手の皆さんに見ていただいて勝手気ままにおしゃべりしてもらう番組なんですが、本日最初の VTR は人間の長年のお友達猫に関するいろんなグッズのご紹介です。まずは猫のお風呂。人間の洗面台みたいな形ですが、この中に猫を入れ足元のスイッチを踏んでお湯を出して猫を洗います。中は猫の毛が詰まらないようにこうなっています。あ、になってた。続いてこちらは猫のトイレ。おしゃれで清潔そうですよね。おしゃれじゃ臭いんですよね。こちらは猫の IQ テストという本です。中には質問がいくつか書いてあってイエスかノーかで得点をつけていきます。ちょっとやってみましょうか。いろんな種類の食べ物を喜んで食べますか。最初に食べていたのはキャットフードなんですが、こちらはドッグフード。食べますね。さて次は人間でも嫌いな人の多い納豆。食ってバカだ。これも食べてますね。出されたもん。何でも食べてる。食事の後顔を洗いますか。音楽やリズムに反応しますか。森川さんの歌に聞き惚れてるのかもしれませんが、よく言う。反応しないですね。こんな名曲。首筋や背中を撫でられると喜びますか。喜んでる。あ、本当だ。痛いみたい。少なくとも120秒間はじっとしてられますか。全然ダメだこれ。後ろ足だけで少なくとも5秒は立っていられますか。ダメだ。結構って体がふにゃふにゃしてるから。それもダメですね。言える。調査の結果、この猫ちゃんは平均より少し優秀な猫ちゃんと判明しました。こちらは猫の星占いブック。星座別に猫の特徴が実に細かく書いてあります。例えばこの猫、お牛座生まれなんですがグルメなんだそうです。気楽な性分でやりたいことをやるためなかなか撮影に協力してくれません。あんなとこ行っちゃったりして。体つきはずんぐりむっくりしていて動作はゆったりとしています。相性のいい飼い主はサソリ座とカニ座。ふさわしい名前はパンダ、ペンギン、タキシードだそうです。あ、またどっか行っちゃいますね。こちら乙女座生まれの猫はご清潔夫人。いつもチャカチャカ動いて落ち着きがありません。その名の通り常に体の手入れは怠りません。食べ物にも健康という点から気を配っているようです。ふさわしい名前はアグネス、ミッチー、ローズマリーなどです。さて本日のゲストの皆さん、猫嫌いが多いとのことでこのネタで大丈夫かななんてディレクターが心配してましたが、猫やそれ以外のペットを飼ったことありますか。何ミッチーとかマッキーとか。あんなのふさわしい名前とか言って、そんなもん誰が決めんのよって言いたい。私は本当にね、みんな猫嫌いなんですね。よかった。どうしようと思ったの。一人でも好きな人がいるとさ、悪口で言えないじゃん、やっぱり。あ、よかった。何か飼ってんの他に。犬今飼ってる。あ、同じ。何犬飼ってます。犬飼ってます。4人とも犬だよ。今 IQ とか出たけど、あの頭いい猫と、あのほら普通より、さっきの猫はちょっと普通よりちょっと頭がいいと出ましたとか言ってたけどさ、うん、犬飼ってるでしょ。犬飼ってる。頭いい犬。頭悪い。悪いよ。なんかね、すぐね、あの郵便配達のおじさんとか、うん、あのあと新聞のねおじさんとか来るでしょ、うん、すぐついてちゃうの。で、回覧板ですって言ってもすぐついてちゃう。そう、人懐っこいんだ、うん、なんかすぐどっか行っちゃって、ね、どこ行って帰ってくれないわけ。それで
しばらく帰ってこないんだけどね、うん、でもあのお母さんが探しに行ったりするといるみたいで、その辺で遊んでるみたいで、畑の中とか、うん、だから迷惑ないけどねうちなんかね、でもあんまりうるさいのよ、これ正確にいるって言うけど、ほんとねもうね、1秒、さっきのほら、なんだっけ、何秒じっとし、12秒じっとしてられないとか言ってたけど、うん、あんなもんじゃない、1秒もじっとしてられない、あらーって書いてね、やたらめったら早いですね、でここにいたなと思ったらあっちいるしね、今度またここにいるしみたいなね、あんまりうるさくて、人とかほらもう呼べないでしょ、お客さんとか、うるさすぎて、だからね、外出したの犬小屋作ってね、今草に繋がれてね、人に緊張迷惑かけちゃって、ね、犬ってね、最近なんだけどこう仕事とか出てくるでしょ、うん、ちょっと涙流して泣くの、あ、泣いてる時ある、犬、うん、うっそー、ほんと目が悪いんじゃない？違う、本当にすっごい悲しそうな声で泣くの。でね、こうやって近くに寄っててあげると涙出してる。利口な犬だね。例えば飼ってみたいものってある？犬以外に。私、魚。魚、うん、金魚っていうか、うん、ああいう綺麗なのとか、うん、あと亀とか、ああいうなんか亀合ってるよ。亀も涼子ちゃんしか飼えないよ。亀とね、あの生活したら仲良くできると思う。私すごい亀好きなんですね。私亀なんか投げちまう、お前なんでその呪いって。私ギズモ飼いたいんだ。え、ギズモ。ギズモ、ギズモって知らない？知らない。なんだっけ、あのほらグレムリンに出てきてさ、あーあれ何言ってか分かんないよね。あれ動物にいるの？え、ごめんなさい。さあ、次のビデオを見てみましょうか。じゃんけんぽん、あいこでしょ。負けちゃった。さあ、マリナちゃんに受けてもらいましょう。じゃあ見てみようか。え、どこか分かんない。あのね、はい、いいよ、はい、VTR スタート。こんな、お風呂は最高。お風呂大好き。お風呂の中でぼーっとするのっていいですよね。そこで今日はいろんなお風呂をご紹介します。まずこちら、イタリア製のお風呂はこれでなんと233万円。そしてこちらはシャワールームだけのものなんですが、それでも88万6千円。こちらはいわば究極のお風呂。手元のスイッチでお湯の温度やライティング、BGM、ジェット水流まで調節できます。本を読む台もついてるので、こんなお風呂なら一日中入ってられそう。一転してこちらは最近増えているコインシャワー。シャワーブースが並んでまして、中はこういう風になっています。100円玉を入れると、まあ当然ですがお湯が出ます。これで5分100円。こちら一見マンションみたいですが、実は銭湯、それも天然温泉なんです。ここがロビーで、これが番台です。中に入ってみましょうね。茶色いお湯がボコボコいってるところ、そう、これが天然温泉なんです。それだけじゃありませんよ、中にはサウナもあります。汗を流して気分爽快、霧の出るミストサウナもあります。ボディシャワーなんていうのもあって、これが気持ちいいんですよね。シャワーもちゃんと温度が設定してあって、暑かったり冷たかったりしてびっくりすることがありません。いろんなお風呂をご紹介しましたが、さて皆さんのお家はどんなお風呂なんでしょうか。箱根の方行ったの、うん、たらねの20何種類の温泉があって、コーヒーとか、私ね、箱根コーヒーじゃない、そうそう、水着で入るの、それも、あ、そうそう、行った私も、コーヒー、コーヒー風呂とかもある。何それ、コーヒーが入ってるの。コーヒーがね、それ毎日変わるって言ってます。キリマンジェロとか、マジだよ、本当なんですよ。けど香りがすっごいいいの。ねうな入ってこうやって飲んだりって飲んでるわけ。外なのだからね、寒い時に行くとね、足が霜焼けになっちゃうの。そう、みんないると嫌じゃない、温泉って当然みんないるじゃない、自分だけ一人じゃないから。だから温泉場とか行ってもさ、サウ入ってんの部屋の、ちょっと寝ちゃうの。あ、修学旅行とか行くとよく水着でこうやって歩いてちゃう人いた、やっぱいるんだね、あれ迷惑だよね。でもね、そんな思いするんだったらさ、入ってくるなとか思わないっていうか、私だから大嫌い、人がいるところに入るの絶対嫌だ。私もでも恥ずかしいでしょ。じゃあある人に聞いたの、
やっぱりね、テレビとか出て芸能人とかになっちゃうとお風呂屋さんにも行けないし温泉にも行けない。なんでかっていうとみんなが溜まってくんだって。温泉とか行くと誰々さんが入るわよとか言って。やっぱりほらなんか興味があるんじゃないの、そういうのって。どんなもんかななんてこれで来るらしいのよ。修学旅行は入ったけど、うん、なんかうるさくない、あの女子子だったからが余計にパンツがどうたらなんとかうるさいのギャー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 、いいとこどこかなとか言ってさ、なんかうるさいの私嫌いな女風呂って。あ、男風呂入ればよかったのかな。私間違って男風呂に入っちゃった。そういつ修学旅行の時、小学校のね3年生の時に三畑屋にね旅行で家族がいるから、どういう話が見えてくる三畑屋ね。そして着いたらすぐに温泉に入りたくて、うん、あの2組って行ったんですね、家族2組で、うん、でそこの友達と一緒にお風呂行こうとかって言ってお風呂行って、入ったら誰もいなくて、そしてしばらくしたらねダダダーって男の子が入ってきたの、うん、どんどんおじさんとか、えっと思っておかしいなと思ったら殿方って書いてあったから、男風呂だったんだと思って窓から出てね、そっちからちょっと行く方向があるんですね、うん、あの外に岩風呂みたいなのがあって、うんうん、そっち回って逃げた。ちっちゃいのでよかったね。よかった。でもそのこと作文に書いたらね、なんとか賞っていうのユニーク賞みたいなのもらっちゃって、ね、先生に男風呂に入ってよかったねって言われた。ユニーク賞取りそうだね。何書いてもユニーク賞もらえるだろう。あ、じゃんけんぽい、あいこでしょ。あ、勝った。じゃんけんぽい。いや弱いな、りょうこちゃん2度目の挑戦。私じゃんけん弱いんですよ。どうしよう、今度何にしようか。せーの、だ VTR スタート。やんよ、やったら。楽器をマスターしたいならこんなビデオをご紹介しましょう。目指せノリノリベーシスト、文字通りベースをマスターするための入門ビデオです。まずは楽器の選び方から。今楽器屋さんに行くと本当にベースの数って多いですよね。5弦ベース、フレットレスベース、それからヘッドのないヘッドレスベース、いろいろありますけど、僕も16年使っています。これジャズベース、このタイプだと本当に扱いやすいし、つまみもシンプルで本当にナチュラルなベーストーンが得られるんですよね。これが皆さんにおすすめです。そして楽器の持ち方です。次に立った時のフォームなんだけれども、やっぱりストラップがあんまり長いとね、ボディが下に来ちゃうと弾きにくいし大変だから、やっぱりベルトの線から上ぐらいのところにボディを置いて、こんな感じで決めるといいんじゃないかな。基礎から教えてくれます。それではまず一番ポピュラーで絶対通らなくてはならない、マスターしなければならないフィンガーピッキングからやろうか。やろうか。基本フォームはこれですね。こういうの売ってるんだ、ビデオ。あ、ビデオ無理なの。そうですね、30度ぐらい、直角からずらすといいでしょうね。そしてテクニック編。次にベースの方。これをもっと、違う弦でやってみるとこんな派手になるよ。どうだ？やってみたいだろ。なんか怖い。わかんないギャグも入ってます。こうやってくるぐるよ。あ、やった。バカだろ。一体何の関係があるんだよ。でもちゃんと見て練習すればかなりのテクニックが身につきます。さて皆さんはどんな楽器ができるんですか。りょうこちゃんはすごいできるものがいっぱいあるらしいよ。あ、私はすごい楽器が好きだったんですけど、だからクラブとかリードクラブとか金管バンドとか入ってて、でトロンボンとか、あとメロホンとか、あとねアコーディオンとか、トロンボンはね自分で楽器屋さんに行って小学校5年生の時に欲しくてね、で学校の帰りに富士宮楽器ってところに行って、すごい自分が欲しかったから、うん、高かったのに、うん、勝手に自分で買ってきちゃって、だって高かった。買える値段、普通の小学生じゃ買えない値段だったの。本当に何万っていう、持ってきちゃったじゃない。それで持ってきちゃったの。それで帰ってきてお父さんにこれ買っちゃったから後でお金払ってきて、
んな幸太郎の靴を、ね、買ったって言わないで、自分で買ったのかって言わないでよ、買ってもらったんですよ。そうだけど後で怒られたんだけどね。それは怒られるっていうの、うん、でもどうしても欲しくて、自分の楽器が、うん、どうしても欲しかったのとかある？そんなの木琴、自分のこうやって持ち歩くやつ、折りたたみのあれをね欲しくて泣いちゃったもん。買ってくれないとやだで買ってもらえた。そう買ってもらったの。おー、音楽の成績、成績、うん、わー、みんな歌手だからね。もちろん5段階だったら5だと思うんだけど、うん、3かね、その辺だった。3だったらいいんじゃない、普通だから、うん、ペーパーが結構点数取ってた。あー、あの譜面、あの給付の何給付かとか、うん、待って、全然分からない。本当に分からなくて、 あのなんだっけ、ハニホヘトイロ、そう、あれがもうあんなの全然分からなくて、本当にもうペーパーは本当に悪かった。なんか転調するやつとかあるでしょ、演奏始めちゃうともう分かんなくなっちゃう。ああ、言えるね、点がいくつつくとか。そう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 、あった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 。毎日ラブレターなんかもらったらホロッチョ言っちゃいますね。ホロッチョ。うちは金持ちで僕は一人っ子です。手口説きます。いきなりぶって一生懸命謝ります。え、芸能人だから好きなんじゃない、人間渡辺満里奈が好きなんだ。私って面食いじゃないんですよ。あ、そう、うん、全然面食いじゃなくて、うん、まあいいんだけど、どうでも悪いんだけど。ジャイアントババ誰かいたら誰だっけ。でもね、やっぱり絶対性格がいい人がいいと思う、うん、絶対顔じゃない。
じゃあ一目惚れとかはしないタイプだ。しないタイプですね。なんかこう、うん、一緒になんかこういろいろ生活っていうかまあ、うんうん、ね、まあ、勉強なり仕事にしてみて、そう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 、それで、うん、ああ楽しいなとかって、うんうんうん、そういうタイプ。それは間違いないよね、うん、賢い方。お母さんみたいな感じだからママって言って甘える。一緒に八丈島に行こう。ぼーっとしてそうだから強引に状況を設定してで追い詰めて黒く。ドライブで海の見えるところに車を止めてオメガドライブの曲なんかをかけてキスされたらいいんじゃないですか。ママと言って甘える。そんなでも私自身結構ね、うん、甘いもんですけどね、そういう面もあるけど、結構あの人に言ったの分かる。なんとなくこうなんていうの、あ、お母さんって言うとその年、お母さんって言うと年じゃないからあれだけども、そういうなんかほら若い中にもそういうなんかね、お母さんチックな、そうそうそう、そうですか。涼子さんねすごいんだよ、料理とかうまくて。すっごい台所がね、うん、あの豪華になったんですよ。豪華になったの。もうね、パン焼き器もあるし、電子レンジも今度届いたの。それとあとね、ホットプレートもあるし、鉄板もあるし、中華鍋も北京鍋もあってね、鍋10個ぐらいあるしね、コーヒーメーカーもあるんです。飲めないんだけど、だからお客さん用に。文芸作品の映画化で、雪国とか潮騒とかノギクの墓の主人公なんかいいと思います。ネバーエンディングストーリーみたいな SFX ファンタジーの主人公と、意外と子連れのサラリーマンと結婚する幼妻の役がいいじゃないですかね。自分がそうじゃないですか。の突っ張りのスケバンの役がいいと思います。私は、うん、突っ張りもんがやってみたい。あ、そう。あ、やったことないか。ない。今までずっと真面目な。あ、突っ張りもいいかもしれないね。うん、ね、ね、なんか自分作んない方がいい。ドラマとか出るのって。突っ張りなの？え、そういうわけじゃないけど、だからあんましこう自分を作っちゃったりとかはしたくない。作ってその真面目な役っていうのは辛いっていうことか。うん、幼妻とかね、あのおっさんなんか自分に見られ変えていたかなっていう気もしないでもないんだけど、いかがか。妻はちょっと無理っぽいわ、まだ。俺とか。デザイナーみたいなバリバリのキャリアウーマン。意外と病弱で幸せ薄い女の人がいいと思います。男の子の格好させてスパイの役。そうですね、時代劇で花魁の役なんてどうでしょうね。時代劇だって私やったことあるんだもん。似合わないのよ、ね、カツラが。私もいや、カツラもうなんだろうね。現代子って似合わないよね、カツラが多分ね。顔とね、あの日本髪っていうのがどうも一致しない。私も合わなかった。絶対合わないと思う。絶対合わないと思う。合わないと思う。本当、私なんかミッキーマウスみたいって言われたの。なんか、で本当に放送見たらミッキーマウスみたいだった。痒くない、ここ。ね、あれ、カツラ、ズラ猫やってずっとやってね。あれ大変なんだよ、ほら寝るに寝れないでしょ。うん、寝ると怒られるでしょ、頭崩れるから。でさ、知ってる？あのロケバスとかでほら待つじゃない？待機する時間とか。うん、あのカツラかぶってどうやって寝ろって言われた？教えてもらえなかった。私ね、あんまりにもね、いつもカーッと後ろにかかって寝てて、いつもぐしゃぐしゃしちゃうから、あの血髪さんとかがさ教えてくれたけど、前にこういうふうに寝て寝なさいって言って、こうやって寝てんのよ。みんなそうしたらそうやってやってんのよ。寝てたのよ、実はそのみんな、その出演者の人たちが本読んでるのかなと思ったら、最初こうやって言ってるから、みんなこういう格好で寝てんのよ、こうって。あーと思っちゃってさ。カツラこう取ってもらった時って頭ふわふわしてません？すー、自分の声じゃないよ。こんななっちゃって。ここそれ押されるから、長期間やってるとすごいなんか頭痛くて、時代劇ってつらいものがあるっていうか、あれは根性ないとできないですね。帯も締められてるから。すー、こんな子供に育てたい。ではまずこちらをご覧ください。女性が最初の子供を産んだ時の年齢の移り変わりです。昭和25年には平均 24.4 歳で最初の赤ちゃんを産んでいますが、昭和61年には 26.8 歳とかなり年齢が高くなってきています。さて、こちらは夫婦一組あたりの子供の数の移り変わりです。昭和15年にはなんと夫婦一組に平均 4.27 人の子供がいたんですね。昭和62年には 2.17 人になっています。さて、サタデーポップ取材班が妊娠している人30人にアンケートを取りました。質問はどんな子供に育てたいかです。
結果を発表しましょう。第3位、健康で病気をしない子。第2位、勉強のよくできる子。第1位、思いやりのある優しい子。さて、皆さんは何歳で何人子供を産みたいですか？そしてどんな子供に育てたいんですか？私、理想は23歳で結婚して24歳か5歳で子供を作りたいんだけど、うん、作りたいっていうか産みたいんだけど、うん、男の子の双子と女の子一人欲しいんですよ。それとっても難しい毎日お祈りするしかないですよね私は21で結婚して22で最初の赤ちゃん生まれて生まれてで、うん、それで手のかからない頃になったらその子が5つぐらいぐらいな、うんうん、それぐらいになったらまた次の子でまた手がかからなくなったらもう1人産む。じゃあ3人一番最初は男の子決めますねであとは女の子でもいい。あ、女の子はねこういろいろ着飾って出せてあげられるし、だから生まれた子にはね帽子に耳つけてあげてズボンに尻尾つけてあげるのが結構迷惑かもしれないそれ親はいいかもしれないけど、うん、子供は何だろうこれみたいなさ、うん、邪魔だなみたいなさ。ルコちゃんは？私は24歳で結婚して、うん、あとはもうナスがママに生まれたナスがママにできたら産んでできたら産んでっていう感じ。何人とかは決めてない？決めてないけど、たくさん欲しいです。いや、キュウちゃんでもね、レオコちゃんそういうのも結構まとめられるのもはいはいはいって言ってでもなんか一日それで終わっちゃうじゃないはいはいやって一人ずつなんかこうやってやってたらさ、もう24時間終わっちゃうからね、はいはい寝る時間ないです何人兄弟？3人兄弟です。あ、同じ。4人兄弟多いの。多いだ、今そう、ね、え、何番目？上から3番目。上から3番目。レオコちゃんは？2人、妹がいるんです。お姉さん、本当ですか？いや、私絶対に一人っ子かお兄ちゃんがいるっていう感じですね。妹がいるんです。そう、妹さんしっかりしてる。早いでしょ、なんかやること。うん、私よりダメ。それはだってお母さんがもうそうなんですよ。でもお父さんも変なの。うち変なの。お父さん見てたら怒る。お父さんね、ただいまって帰るとね、いつも柱磨いてたりとかね。でもすごい家庭で、あ、いやこう、うん、こうやわらかなんかね、物事としてたんだよね。だから家族みんなちょっとおかしいっていうかね、変わった家族ってね、よく近所の人からも言われる。あ、言われたんだね。それ失礼ね。私は長女なのね。うん、しっかり者の。で、私がいて弟がいて妹がいんだけど、弟がやっぱ私の分まで私もおとなしいっていうかさ、うん、性格が真面目っていうか、逆だったらよかったみたいな。何そのリアクションは。でさ、弟がさ向こうの方とかにいてさ、人に囲まれたりするといじめられてるって思っちゃうの。すぐ飛んでってわけも聞かないでぶん殴ってさ、それで叩きのめしたのよ。それをするからほら、いや逆にいじめられちゃうの。うん、何もしてないの。俺はな、お姉ちゃんのおかげでいつもいじめられてて。私ね、お姉ちゃんとかね、お兄ちゃんがいたおかげで結構助かった。先輩とかが、だからもうあの先輩の妹だから可愛がんないと怖いとか言って言われて、あ、じゃあお姉ちゃんとかってたとか怖い。あー、よかったねそれは、うん、でもそういうのってあるみたい。だからね、よかった。よかったね。だけどね、すごいの、お父さんがね、やられたら倍にして返してこいとか言ってるの。だから、そういうの殴られたらね、絶対ね、泣いて帰ってくんなとか言って言われて。女の子にでも言うの？でももう友達で子供いる人いますよ。いるいる、ね、私もいる。ねえ、何歳？18。どうして？あ、そうだね、18でいいんだもんね、別に。私の友達の友達でも、友達の友達だ、友達の友達でいて、まあすっごく若く産んじゃって、だって16とか17で、いいんだよね、16。産んでいいんだよね。いけるか、いけるか。いけなくはないんだけど、ね。でしょ？うん、早いね。でもすごい仲いい子が産んだから、うん、すごくその時の状況とか聞いたらやっぱり痛いって言ってた。やっぱり。